どうも、サトクです。では今日もやっていきましょう。今日の絵はこれ。ではいつもの通りトレースからやっていきます。シャープの323ではやっていきます。アングルが変わりましたね。煽り気味に。まあ、前回同様上半身と下半身のバランスですね。あと横伸び、ここに注意しながらやっていこうと思います。そう、2つ前の動画のタイトルのサブタイトルにちょこっと書いてあるんですけど、実写を撮ってあるんですよ。レイアウトの固形リウムのね。で、ビデオカメラなんて持ってないんで、スマホのビデオカメラ機能をね、使ってやってるんですけど、まあ、1時間ぐらい撮ったんかな？編集して多分、すごい短い時間にはなるはずなんですけど、1時間ぐらい撮ったんですよ。で、それを、前とパソコンの方に持ってこないといけないんですね。で、その持ってくるのに、メールで送りたかったんで、いや、有線で繋いでもいいんですけど、有線で繋ぐんがめんどくさかったんで、Google ドライブで上げて、で、それを、メールで送って、パソコンのメールの方で拾って、やろうと思ってたんです。そうしたらですよ。まあ確かに重たい画像です。画像というか動画です。ファイルとしてはね。10ギガぐらいあるんですよ。ね。で、それを送ろうとしたら、一晩かかりました。寝る前にやったら朝までやってました。勘弁してくれと。じゃあ昼間でけへんやん。その作業がね。もうちょっとびっくりでしたね。時間かかりすぎ。まあ、スマホの性能が悪いとはちょっと思いにくいんでね。変えたばっかりやし。うん。ねえ、まあとりあえず5分測っていくんですけど、上半身と下半身のね、バランス気をつけつつ、スマホのアップロードが遅いということに腹を立てつつ、5分測っていきます。はい。まあ、とりあえず時間が足りやんな。まあ、とりあえずですね、合わせてみます。はい、合わせてみました。合わせた場所はここですね。左右ずれが激しいな。はい、こんな感じですね。まあ、合わせた場所がここなんで、今回頭が覆ったんですよ。そこそこ。よかったかなと。で、首も覆って、ここも上半身もここまで。こっちもね、形はまあ、ベストして、ここまではね、ほぼ覆ったんですよ。ただ、こっからですよ。まあ、全体的にこっちなんですよね。で、これでやると、もう、形も何もないんで、とりあえず横にだけ動かしてみます。股関節で合わせようかな。うん。ちょっとだけ微調整入れましたけど、合わせた場所は、ここですね。ここ覆ったんですよ。で、そうなってくると、
まあここがずれるんですけど、高さはそんなにずれてないんで、ここね、こんだけずれてるんでね、まあここも、ここが一番の問題かな。ただ手首はこんだけしかずれてないんですよね。で、まあ形も、手もちょっとずれてるかな。で、ここもその分ずれてるんですけど、まあ形としては合ってる。ということは、バランスとして首だけちょっとひねってますけど、それ以外はまあまあそれなりにって感じですね。で、ここ合う。ここ合う。ここでちょっとずれたかな。ここももうちょっと下でしたね。こんだけずれてるんで。で、まあ足の向き形がちょっと違うと。ここでね、こんだけずれてるんでね。反対側は、ここで書き始めてるんで、もっと下ですね。ここですね。で、ここも、膝の位置ももうちょっと下ですね。ここね。はい。時間が足りない。ね、ちょっと意識しすぎてる感は自分でももちろんあるんですけど、ちょっと時間が足りないんで、ちょっと5分っていうのをしっかりと考えながら、次回の A も頑張っていこうと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。本日の動画はここまでです。チャンネル登録がお済みでない方はチャンネル登録をお願いいたします。また、高評価やコメントよろしくお願いいたします。ではまた明日の動画でお会いしましょう。さようなら。